脂肪体が痛い場合は、まず室外化脂肪体が動きが悪くて痛いのかっていうのを結構見ます。でも結局多いです。動かないことが。なので、まあ、それをまず局所的に動かすっていうのがまず一つ。室外化脂肪体の内側だけが痛いっていうことは、膝関節の同意内側にストレスがかかっている可能性が高いですので、例えば内転筋の出力がどうかとか、あと、ね、内側後筋の出力低下を生じている方も、やっぱ痛みを生じることが多いので、まあ、そういう筋力もあれですし、あと速度で言えば細かい評価、その長径靭帯炎って言われる中でも筋部が痛いのか遠位部が痛いのか真ん中が痛いのか、そもそも長径靭帯炎ってこの人はついているけれども、全く長径靭帯が痛くない人なんて多分さらにいると思うけれども、本当は腰由来の痛みだったり下肢痛だったりとか、そういうケースも正直あるので、なのであくまでその症状を、まあ、何でしょう、示すっていう言い方あれなんですけども、まあ、そこに症状が生じやすいんだっていうことだけを頭に入れて、それに診断名にこだわるんじゃなくて、その患者がどういった症状を起こしているのかっていうことに僕は徹底的にこだわってほしいなと思います。外側の OA やからといって、その絶対外側が痛いわけではやっぱないんですよね。なんか、内側の OA みたいな症状を出す人は個人的には多いのかなと思ってて、まあ、もちろんその、まあ、外側の OA で外側が痛いっていうのはあるんですけど、もうそれもやっぱり 僕は基本的に全てその構造的な変化的にもとらわれないんですよ。わかりますかね。さっきも挙げてたように、だからこの人がそこにストレス、まあ何でしょう、外側の OA なんで、膝の内側の OA の人に比べて外側にストレスがかかっているのは事実としてはあるんですけど、もうそれはもう言ってしまえば構造的に、逆にその人の症状を取ってあげようとしたら、どこに痛みが生じて、どこに機能低下があるのかっていうのを求めればいいので、